音は聞こえてますかね大丈夫そうですかねあ、もう10 13人ぐらいの方がいらっしゃいますねありがとうございますこんにちはえっとまぁ、あ、人が集まってくるまでなんか最近の直近のニュースだと韓国のあのヒュンダイがですねあの 新型電気自動車ですね、あのー、当初からずっとアイオニック5のちょっとリークの情報が出てたんでまあどういうスペックなのかなっていうところはまあ大,大まかには分かっていたんですけど、まあ、実際にこう改めてあの細かいスペック見たらやっぱり電気乗車の質は高いですね。本当にあのー、特にまあの充電性能はやっぱ言われてたんですけど結局もうあれだけっていらないんですよね。あのー 一応出てるのがだいたい EPA サイクル、まあ、最も信用できる EPA サイクルで、まあ、400キロは行くだろうと、まあ、あの僕の概算値なんで、あれがどう推移するか分からないんですけど、まあ、400キロあって、で80%充電するまでに18分ってことなんで、もうそのあの欧州とかあ、まあ、アメリカもそうですけど、もうあの関係ないんですよね、もうあの航続距離、そんな、いらないんですよね。 あんだけの充電スピードと、あとはあの充電インフラが整ってしまえば。まあ、そうすると、まあ、本当に結構いろんなところに、多分、あの力を避けるわけですよ。だ例えば、あのホイールベースを、あの三メーター取るっていうね。もう、あの車幅、あの車幅で、あ車幅というか、あの全長、四点七ないんですよね。四点六とかで、それで、いや、三メーター取ってくるっていうのは、もう、本当にもう。電気自動車のあれを限界までやってますよね。 そうであれを見てて思ったのはあの日産アリアとあの別になんかあのパクったパクんないとかじゃなくて設計思想がすすごい似通ってるんですよでよや,やっぱ既存メーカーとしてはやっぱああいう電気自動車の作り方っていうのは多分一つこう流れとしてはあるんだろうなっていうところは改めて認識できたのとうーん正直言ってしまうと電気自動車としてのスペック単体で見ると。 全ての項目においてヒュンダイあのアイオニック5の方が上なんですよねあれってだからやっぱそこはねやっぱすごいなというか本当にまあ電気自動車専用プラットフォームで開発してっていうところでうんあれはやっぱこれヒュンダイは本気だなっていうかであの今回のアイオニック5と同時に、えっと、来年でアイオニック6っていうあのミッドサイズセダン出してきてでえっと2021を4年 っていうちょっと1年空くんですけどそこでアニックセブ7っていう大型 SUV 出してくるっていうところでまあ一応もうあのそのアイオニックブランドっていうのでもうどんどん出していくってことは確定していますしあとあれですねあのヒュンダイグループの傘下のえっと キアか、キアモーターズ。キアモーターズも一応3月、だから来月ですね、もうね、来月に一応、えっと、名前忘れちゃったな、ちょっと車両名前忘れちゃいましたけど、あの新型電気乗車、この EGMP プラットフォームっていう、そのヒュンダイグループ全体であの開発してる、そのイオニック5から搭載、あの採用されているあのプラットフォーム、電気乗車専用プラットフォームを、えー、そのキアの,あの新型電気乗車、来月発表のやつにも搭載すると。 であれの電気乗車の質も、まあ、あの非常に高いっていうところで、まあ、あの充電性能なのか全く一緒なんでねもうそれもありますしであとあのジェネシス、あのジェネシスブランドからも電気乗車出すとでこれも一応年内までに発売を開始するっていうふうに一応アナウンスしてるんでもうね、るので昨年から繰り返してますけど2021年っていうのは確実に世界で電気乗車元年なんですよ間違いないんですよ。 本当に質の高い電気自動車っていうのがついにもうバーバーバッと投入されるんで、もうこれで一気に変わりますよ。だからだからこそ、僕はその昨年の電気自動車の販売台数の多さにビビったわけですよ。だって。今年だったらまだわかるんですよ。で、例えばえっとドイツかえっと昨年の12月。 えー、2020年の12月度の,あの電気自動車新車販売に占める電気自動車の販売台数っていう、まあ、そういう指標,指標があるんですけど、まあ、それを電動化率ってよよく言うんですよでその電動化率が例えばドイツも25%超えてたりイギリスも25%超えてたりフランスも20%ぐらいになってたりあとまあ,あの、まあ、ノルウェーとかはねもうねあの90%近くいっちゃってますけど、まあ、あれはちょっと別格としても例えばオランダだって72%いっちゃったりとかっていうふうにして。 まあそういうふうにしてもなんか4台に1台電気自動車売れるよねってもう当たり前になっちゃってるわけですよ。でこれはあの当たり前なんですよ。だから何だろうなもうその昨年のあのラインナップでそれなんですよ。で今年は何度も見ますけどアイオニック5が来てモデル Y がまあ欧州の話ですけどアイオニック5が来てモデル Y が来てあとまあこのアイオニック5ってあとアリアも来て。 えっとマスタングも一気にのし始まるってなった時にもうこれはねちょっととんでもないことになりますよほんとだから今年の12月度の電動化率ってあのね30%なんてもんじゃないと思いますよ本当に冗談抜きで本当なんか50%とかイギリスとかドイツが本当にね行っちゃう行っちゃ結構いっちゃう確率高いと思いますけどねこれでも行っちゃったら本当事件ですよこれは本当に。 そう,まあ、そういう感じで、まあ、ちょっとあのこの直近で感じたことをやってましたはい皆さんこんにちはコメントを無視してましたすみませんはい皆さんこんばんはえー 最近体感が私の周りで暑いです。体感、あ体感はあの本当にあの別に僕あの乗れなあのなんか体感の試乗会みたいなやつじゃないですか。あの渋谷かなんかで僕何回も応募したんですけど全部あのダメでしたね。あのなんかあの。 なんかあの今乗ってる車を教えてくださいみたいな欄があったんでなんかあそこにこうなんかモデル S とかモデル X とか書かないと多分相手してくれないんだろうなみたいな多分あそこちょっと嘘を書いた方が良かったかなと思ってたんですけどちょっとミスりましたねはい <laughs> そうなんですよでもあの大観あのなんだあのその電気自動車の質っていうのはあのまあ例えばこのチャンネルでもよく取り上げてますしまあツイッターとかでもたまにちょっといろいろと喋ったりしてるんですけどあのなんだ よくあの EPA 航続距離その、ままあ、もちろんね、あれスポーツカーなんで、もまあ、スポーツセダンですけど、もうなんか別に航続距離とか関係ねえよみたいな、まあ、そういう部類ではあるんですけど、なんかまあ何かと例えばこうテスラの、まあ、フラグシップセダンのモデル S と比べちゃられちゃうじゃないですか。でそうすると、大体体体感の,の EPA 航続距離、まんじゅうであたりの航続距離って、半分しか走れないんですよ。モデル S と比較して。でなんか まあ、たい全然ダメじゃんみたいなことを、まあ、よく言われてるんですけど実はそんなことないっていうことを、まああのーまあ、最近も、あのー、実際のオーナーの検証結果だったり、まあ、それこそこう第三者機関とまでは言わないですけどでこうあの電気自動車の専門メディアた例えばその実験をしてる方ってテスラ乗られてる方なんですよ。ななんんでそのなんか 別にポルシェというか体感に対してなんかこうエコひいきするみたいなことは絶対ないわけですよ。でそういうのの実験がもう複数上がっててめちゃめちゃ電費性能高いんですよ。 例えば、あのー、よく取り上げますけどあのノルウェーに在住してるおそらく世界で一番電気乗車乗ってる、まあ、EV1000 人のビョンさんっていう、まあ、YouTuber の方がいるんですけど、まあ、その彼の実験とかだと体感のまあベースグレード 4S であのタイヤサイズがあのホイールサイズ19インチとかなんですけど一応580キロ走ってるんですよ。で大体彼の実験結果が EPA 航続距離とマッチするぐらいな感じだったんですよ。 いろんな車両を見ててもなんで5 8 0キロなんで EPA 構造距離大体 32030km なわけですよ体感って。なんでもう全然違うっていうだから、まあ、そのなんで EPA 構造距離とこんなに差が出ちゃうのかっていう、まあ、ち,ょっとちょっとそういう技術的な解説も 結構前の動画でやったことあるんですけど、まあ、いずれにしてもそんな風にしてあの体ンの電気乗車の質めっちゃ高いですであのさっきのアイオニック5ちょっとあの聞いてない方もいると思うんですけどアイオニック5のまあ充電性能って超絶高いよねっていう話をしてでなんでそんなに超絶高いのかっていうと 800V の電圧に対応できるんですよねそのバッテリーのシステムあのバッテリーパックがでカンも全く一緒で 800V システム採用してるんですよなんであの充電性能が極めて高いんですよ 例えば、えっと、なんか、超最近の動画で、こう、超真冬でバッテリーのウォームアップっていう、あの電気あのリチウムイオン電池って、多分知ってる方多いと思うんですけど、あのバッテリーの温度が低いと、充電性能落ちちゃうんですよ。 なんで例えば充電器に到着する前に事前にあのバッテリーをウォームアップし,くしてくれる機能みたいなのがついてるんですよ。まあテスラもついてますし例えばタイ火もついてたりするんですけど、まあ、あのそれを切ったとしてもあの充電時間がめっちゃ早いんですよ。ちょっとあの あんまりちょっとあの詳しいこと言ってもしょうがないんですけどまあとにかくめちゃめちゃ充電性能高いんですよ何でもいずれにしてももうそのなんかよく批判されてはいるんですけど電気自動車の質も最強に高いですよ、まあ、あの別にあのテスターと比較してももう本当に遜色ないぐらい本当に質の高い電気自動車なんででまああの例えば乗り心地とかねもう僕はあの残念ながら乗れなかったんですけどあのなんだそれこそ別にあの YouTube 探せばあのいくらでもあの優秀な方たちが。 あの喋ってもらえるんでそういうういいい乗り心地みたななのももう一級品じゃないですかで電気上手としての使い方も一級品だしで例えば充電あの性能っていう意味で言えば確かに日本ってあの充電スポットがねほんにあの貧弱なんですけどポルシェは独自にあのサービスセンターにあのそういうあの急速充電器つけてますでその急速充電器も 150kW 級っていう急速充電器なのであのもちろんあの海外と比べちゃうとね 海外 350kW なんで350キロワットなんで、なんで、あの体感の最大充電出力が 270kW なんですよ。なんで、半分ちょいぐらいの充電出力しか許容できないんですよ、日本は。まあ、そこは残念なんですけど、でも、あの例えば、あのー、それこそじゃあ、テスラを比較してみればいいんですけど、テスラも自前でスーパーチャージャー持ってるわけですよ。なんで、あの大体今、全国で26、27ステーションぐらいあるんですけど、あのー、そこの、えっと、 1> 1箇所除いて最大で150キロワットなんでですよで何箇所か 72kW っていう出力の充電器しかないところもあるわけですよ。んなんでまあそのあのこれからどんどんポルシェが頑張ってくれると割と実はテスラよりも使い勝手良くなっちゃう説があるんですよ。で理由は簡単であのチャデモの変換アダプターっていうのを使わなくていいんですよ。ああのの体感はもうあの そのままで画なんでその日本専用のチャも企画ってやつなんですけどあれにぶっ刺せばもうそのまま充電始められるんですよ。みたいな感じで割と、あのー、だから、あのー、これもあの別にたくさん、あのー、聞いてるわけではないんですけどあの何人かあの,あのテスラオーナーの方結構大感流れたりしてるんですよ。でまあそういうあの話を聞いたりするんでまあでもこ,うこれがでも重要なんですよね。結局電気自動車を普及させるののっててううははもう全てはもうあの こういうバラエティなんですよこういういその電気乗車のバラエティが増えればそれは日産リーフだけ出してたってそれはみんな乗るわけないじゃないですか。っていう話でみたいなじゃあ日産リーフもあるし、まあ、何何じゃあ例えばじゃあ日産乗ったらじゃ,じゃあセレナの電気乗車もあるよねとかじゃあ何だろう,もう何でもいいですけどえっとうーん出てこないな、まあ、何でもいいんですけどじゃあなんかスカイラインの電気乗車もあるよねみたいな感じでこう電気乗車にこうバリエーションが増えていくと、まあ、どん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 人は電気乗車に あの移行し始めるので、まあ、あのまさにこの体感っていうのがねその一つの起爆剤になってくれるといいかなと僕は思ってます長くなりましたでも本当にあの体感そう乗ってみたいんですけどね全部ダメでしたね本当にやっぱああいうところでやっぱこうなんかモデル S とかちょっと嘘ついた方がいいんでしょうね嘘ついたら怒られるかなでもでもいいですよねじゃないと乗れないんだもんっていう <laughs> はいそんな感じです、えー E.P.S. サイクルの人こんにちは。はいこんにちは。日本で全然 E.V. の新型出ないんですが。 あのーえっと、今日本で買える電気自動車はでも割とぼちぼちありますよ。もちろん日産リーフありますしホンダからだったらホンダ E ありますしマツダからだったら MX30EV モデルがありますし、えっと、ちょうどあのレクサスが、えっと、UX300E 出しましたしあと,、えっと海外勢見れば、えっと、プジョーの、えっと、コンパクトハッチバック E208 で、えっと、コンパクト SUV の e 2 0 8だったり。まあ、あの なんだそんな感じであのどん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 、まあ、あのテスラも SX3 ありますし、まあ、みたいな感じであのはい全然増えてきてはいますねだからでこ今年は、ね、あのもちろんあのモデル Y ワンチャンありますし日産、まあ、アリは必ず来ますしあと XE40 d チャーチも、まあ、来る可能一応来るとは言ってますしみたいな、まあ、ぼちぼち増えてくるんじゃないですかだけどちょっと日本はねあの 多分ちょっとと年遅れてますね海外とはだからさっき冒頭説明した2021年が電気消費者元年ですよって言ってるんですけど日本は例外です日本はまだ電気消費者元年は来ませんあのアリア売るんですけどまだですね来年かな来年来てくるだからアリアがねなんで僕が割とあのアリアをこのチャンネルで取り上げることが多いかこれあえて多くしてるんですけど別にこれ僕がなんかアリアに が好きとかアリアが好きとかっていうわけじゃなくて日本の電気自動車業界でこのアリアっておそらく多分歴史を振り返った時に多分一番重要な車なんですよこここをけけちゃいけないんですよ本当にだから本当ねその価格だったりまあもちろん価格もそうですけどその充電プランとかだったりあのもういろんなこうあの充電インフラの整備状況だったりもうここね本当にねここを本当頑張ってほしいでここを本当に頑張れると 本当,にね、あのけ本当に大きく変わりますよ、これは。っていう意味で、あのこうまあ、日産アリアに関して、なるべくこう取り上げる機会をあえて増やしてるんですよね。っていうのがまあ理由ではあるんですけど、800V に対応しているから熱だれしにくく電気するの,あの、そうなんですよ、800V 電圧じゃないですか、あの流れる、えっと、最終的な電力、電力。 ワットっていうのはどう決まるかとうと？つと電流アンペアかける電圧のボルトなんですよ。なんであの電流っていうのがあの熱を発生させるやつなんですね。要す電流のアンペアの値が多ければ多くなっちゃうほど熱が発生しちゃうんですよ。なんでその例えばテスラって400ボルトなんですよね？だから半分なんですよ。なんで体幹と同じ出力を出すためには、あの体幹より倍のアンペアかけなくあ、あの電流量を流さなきゃいけないんですよ。 まあだけど、テスラめちゃめちゃ優秀なんで、その水冷ケーブルも、まあ、めちゃめちゃこうあの自前でまあ優秀にこう、あのー、なんだ開発しちゃったんで、あのー、割と 250kW っていう最大充電出力を 400V の電圧でも対応できちゃってはいるんですけど、まあ、体感はまさに 800V なんで、テスラより流す電流量を二分の一で済むんですよね。だここは、うん、でかいですし、 うーんだからヒュンダイも 800V でありましたからね。うん、これからどうなっていくんですかね。800V でできたら、だからまあ日本は別なんですけど、もう海外はその 800V の電圧に対応可能な 350kW 級超急速充電器ってなんかもう普及しちゃってるわけですよ。なんで別に 800V を出しても全然問題ないわけですよね。っていうところなんですよね。だからここのね、 充電インフラの差が今後一気に出てきますね。えー、っと。電気自動車のもう一つのファクターである自動運転技術が気になります。電気自動車のもう一つのファクター。自動運転技術、あの自動。 運、まあ、ちょっとテク,テ,テクニカルなことは別に話してはないんですけどあの結構割と取り上げたりはしてると思うんですけどねあの自動運転でよく言われてるなんかレベルなんか2とかレベル3とかってよく分かんない方ってあの僕の過去の動画を遡ってもらえるとあの超絶分かりやすく解説したんであのとりあえずそれを見てもらってああ今はこんな感じなあの例えばそこであの日産アリアのプロパイロット2.0とあとえっと スバルそうスバルのアイサイト x とあとテスラのオートパイロット3つ比べて一体何が違うのみたいな話をちょっと結構あの具体的にすげえ分かりやすいと思うんですけど解説したんでなんかそういうとこをまず見てもらってみたいなでまあ基礎知識つけてもらってだら例えば分かんないですけどなんか自動運転とか発信してる方とかい,いるんじゃないですかもうこんな世,世の中ですし分かんないですけどなんかまあちょっとあのそれも見てもらったりとかしてもらえればいいんじゃないですかね。 あのそうなんですあの電気自動車のことなんだあのもうねあの世界にはもうあの電気自動車のもうニュースで溢れてるんですよでこれは日本にいるとほん、まあ、別に僕日本にいますけどね今だけどあのなんだろうなそのもう日本のメディアやらないじゃないですかそんなことだけどなんかもう溢れてるんでもう僕はあのもう手いっぱいなんですよもう電気自動車でっていう感じなんでなん,かあのなんだろう そういう、あのー、自動運転技術にすごい興味あるとか勉強したいって方はそういうチャンネルとかをなんか探した方が多分早いと思います未来ってどうなんですかね販売台数とかずっと全然わかんないですけどでも12月から販売始めてますもんねだからもうそろそろまあでもあれなのかなやっぱり単純にあの生産のランプアップが でできななないんですか、ね、なかなかねだもともと何でしたっけなんかあの手作りとかみたいなことなんか押してませんでしたっけあのなんか初期の未来の話ですけどなんだっけ一日になんか6台でしたっけちょっと全然忘れちゃいましたけど一日何台しかできないんだけどなんかこうクラフトマンシップでやってますみたいなことを言っててあやっぱそれは大変だよなっていうかあんだけ複雑で安全性高いものを出さなきゃいけないんで。 こんばんは、汽船開示型動機モーターは低速低トルク領域で不利ということですが、あ今日の動画ですねあの、市街地だと長距離走らないので別にいいような気もしますけど、どう,しどうでしょうか、正解ですね。ま,あのまさにあの、多分それを狙ってると思います。だから、あのあのまあ、今回の動画で詳しく説明しているんですけどあの、23年に搭載されているモーターって、あの ほとんど今売られてる電気自動車で使われてないんですよ唯一僕が知っているのはルノーゾエなんですよまあこれはま,あまさにそ、まあ、あのお分かりの方はお分かりだと思うんですけどその巻船、まあ、開示型、まあ、その今例えば僕の今乗ってる日産リーフなんかは永久借同期モーターなんですよねでそれがなんだ 今一般的に使われてるんですけどその巻旋回示型同期モーターと、まあ、永久磁石同期モーターの違いって何なんですかっていうとまあ今おっしゃられた低速低トルク領域なんですよ。まあまさにこう市街地走行ですよ普通にこうあのアクセル離してブレーキ離して信号で止まってみたいなっていうそういう領域はあの日産アりア電気性能悪くなると思うんですよ。でこれはあの別に僕の感想とかじゃなくてあの名電車っていうなんかあの 多分ねなんかねちょっと昔調べた時にちょっと日産のなんか研究開発とちょっとやっぱ絡んでたみたいなそういうのを見つけたんであなんかそういうのあんだろうなと思ってたんですけどまああのそうまあその名電車が出してるそういうあのなんか論文みたいなのであの出てたんですけどそうやっぱそういう領域では弱いと。だけど逆にその、えー、高速低トルク領域つまりあの高速道路ですよ。だから高速速道路なんか時速100キロでまあ、ずっっとバーっとこう運転して るわけですよそうするとなんかアクセルめっちゃ踏むとかないじゃないですかだいたいアクセルなんかちょっと踏みながらもうずっとみたいなだからこれがまさに低ト,ルクだけ低トルクだけど高速領域なんですよねここは永久車石動機モーターより高電費になるんですよあ高性能なんですよっていう特性があるんですよなので多分ここから何が言えるのかっていうと 結局 65kWh とか、まあ、もっとビッグバッテリーだと 90kWh とか搭載しちゃってるわけですよあのアリアはねでそうするとあの最長モデルでも EPS サイクルの航続距離って4 8 3 k ロってまあ公表してるわけですよで、まあ、あの今回の動画を見てもらえば分かりますけど多分483より若干伸びますなんで本当にもう5 0 0 k m 到達するかしないかぐらいになってくると思うんですよね でそうすると別になんか市街地の走行じゃ例えばじゃあ一日のなんか買い物とか,なんか通勤とかまあなんか田舎とか住んでる方だったらなんか4 5 0キロとか運転すると思いますけどたかが4 5 0キロじゃないですか空きって。だって500キロ走行できるんだからもうそしたら往復で100キロだとしても5日間充電しなくていいわけですよ。っていうぐらいあるんだからだったらもう市街地の電費を落としてでも。 高速結局その電気自動車でみんなこう困ってるなんだみんながこう不安に思うのって結局そこじゃないですか高速道路乗るとなんか,なんかスピード出すと、まあ、一気に電気性の悪くなるんだけどみたいなよく言われてるじゃないですかだからこっちに対処してんじゃないか説があってその搭載モーターの種類の変遷を見てると割とこの説濃厚なんじゃないか説っていうのを割っていうのをまあ今回僕動画で取り上げたんですけどどうですかね この仮説は当たってますかねという感じです、まああの,あの動画を見ていただければあのすごいあのあともう一個はあの誘導モーターっていうあのえイートロンとかええー、QC とかあとまあテスラのあの AWD パフォーマンスグレードあの AWD グレードにははいそんな感じで。 搭載してるんですけどまあその誘導モーターと永久磁石動期モーターと線開示型動期モーターの3つこの3種類のまあメリットデメリットっていうのを説明してるんであの搭載モーター電気乗車の搭載モーター、まあ、ちょっと気になる方はねあの見てもらえると。 例えば僕あの搭載モーターだけじゃなくてあのリチウムイオン電池の種類みたいななんかよく言うじゃないですかなんかあのコバルトフリーのなんか LFP バッテリーがどうのこうのとかよく言ってるじゃないですかあれって結局何なのみたいなのもうもう超絶詳しく説明したんであのそれとか見てもらえるとあの結構電気乗車のそのなんだあの具体的なあの座学みたいなのはあの多分僕のチャンネル見てもらえると網羅できると思うんで。 ネイティブさんユーチューバーであることをポルシェリーナーに言えばいいんじゃないですか動画に対して宣伝しますので体感使用させてくださいいやーこんな弱小ユーチューバーが言ってもみたいなポルシェ様相手してくれますかねどうなんですかねテスラの FSD はレベル4と言いたくなる性能ですね日産もほぼ自動運転完成してるっぽいですねいやーそれはどうなんですかねあの実はあれですよね確か昔 2013年もっと前かないや20134年あたりになんかあの,安倍あの安倍前首相をなんか乗せてあの自動運転技術体験させるみたいなことやってたんですよ日産がそうであの当時に実はゴーンは2020年までに完全自動運転達成するみたいな実現させるみたいなまあ結構高い目標をかけてやってたんですけどまあちょっと途中で頓挫したっていう感じでしょうかね イブネティブさんはテスラ試乗しましまたか。はいあのえっとモデル S とえっとモデル3のスタンダードレンジプラスとパフォーマンスとなりましたであのあれですねあのスタンダードレンジプラスがねあのモデル3なんですけどちょっと確保できそうなんですよねなんであの近いうちにあの航続距離テストと充電充電スピードテストで聞いてかやりたいけど充電スピードテストとあと うーんちょっと時間がどんぐらい取れるかわかんないですけどじゃあ例えば東京大阪間走りきるのに何分かかりますかみたいななんかそんなような実験も本当は1,000キロチャレンジぐらいやりたいんですけどちょっと時間が許してくれないと思うんですよねあの僕の時間が許してもあの物理的にあの借りれる時間の限界があるんでまああの航続距離テストこれはなんかその100キロ走って大体とかじゃなくてもうまさにあのギリギリまでやります 実は僕昔の動画でホンダ E の構造距離テストとか充電のスピードテストとかやったんでちょっとそういう動画もちょっと見てもしちょっと探す暇がある方はぜひちょっと探していただいて見る暇のある方はぜひちょっと見ていただいてなんかこの実験の仕方なんかちょっと違えなみたいななんかそういうあれがありましたら教えていただければ適宜そういうの反映していきたいと思うんで。 そうあのいずれにしてもあの僕あの今後そういうの日本に入ってくる電気自動車はとりあえず全部なんだ航続距離のテストとか充電スピードのテストとかなんかそういうのやっていきたいと思うんでそうだからあの今のうちになんかあの意見のある方はどんどんなんかそう言ってもらえればあのどんどん反映していきたいと思います。 電気自動車で実際どれぐらいメンテナンスフリーなんですか？7年間 EV に乗られて交換した部品ありますか？ワイパー、ブレあのブレーキオイルブレーキえっとね例えばえっとこのリーフが44,678キロ走行してるっぽいんですけどえっといつだっけな去年の10月かなんかに車検通したんですけどあのブレーキフルードですねあいつだけでしたね僕それ以外本当に何も交換しないです。 マジでで何も交換しないですだから本当にそのなんか車検の初期費なんか最低費用みたいなあるじゃないですかなんかあの代行費用となんちゃらみたいなあれと払って4万4万円台でしたよ4万48か49とかそんな感じでしたねそんなもんなんでまあだいたいまあ4万キロぐらいでそんなもんかなみたいなだだ例えばあのブレーキパッドとかってあの何 m 残ってただけなのちょっと忘れちゃいましたがあのほぼほぼ残ってましたあのブレーキ踏むことがほぼないんでみたいな 僕は E ペダル使わないんですけどなんかあの B レンジって言って回水ブレーキすごい強く効いてくれるモードがあるんですよそうするとほとんどブレーキ踏まないんですよ大体いい最後のなんだあのなんか徐行からの停止っていうところしか踏まないんでもうブレーキパッドが減ることがないんですよね、まあ、みたいな感じで、まあ、例えばエンジンオイルの交換も全くないですしみたいな、まあ、そういうのがどんどんこうちりに積もれば山となる感じで。 あのー、なんだランニングをめちゃめちゃ抑えられるんで電気乗車はいいですよほんとにえー、っとまた結構ちょっと飛んじゃいましたね 海外でしか販売していない電気自動車を含めると一番乗りたい電気自動車は何でしょうか予算度外視でえー、ルシッドエアーでしょうっていう <laughs> ルシッドエアーしかないですね一番乗りたいですねあれですねルシッドちょっとやっちまいましたねあのー、えっと生産遅れるっぽいですねあのー、一応後半2021年後半にプッシュされますでただこれは生産 別になんかあのルシッドの肩を持つわけじゃないんですけど一応あのスパックですよねあの上場ちょっとこのそっち関連でなんか忙しくなっちゃってるみたいなんですよね今なんでなんかちょっとその生産をちょっと遅らしてみたいな遅らさせてください的なことをあのピーター・ローリンソンが言ってたんであの CEO あのルシッドの CEO なんですけどあの元テスラの,あのモデル S のチーフ・ エンジニアだったたりしたんですけどまああのー、ちょっとね、あのー、一応春って言ってて言たんですよ遅くても、まあ、あの6月までの納車だったんでまあそれが多分3ヶ月ぐらいかな遅れると思うんですけどんちょっとねここは残念だなとは思ったんですけどで多分結構評価が多分これで投資家関連からの評価も 落ちると思うんであの、まあ、逆にあのルシッドは今のところあのうんまああのねあの今のところって言ってもあの生産遅れちゃってるんであの別にあの擁護する気はないんですけど別に特にそういうなんかあのその生産ができてないみたいなまあ,あのニコラとかっていうのとは全然あれが違うと思は思うのでまあ思うだけなんで一応僕の、ねまあ、今までこう聞いた情報とかからまあでもそうっすね。 なんであのなんか最初の評価額とか落ちてもむしろなんか投資家の方々だったら買いなんじゃないですかわ <laughs> かんないですけど <laughs> ちょっとはいまあでもあちょっとルシット送れるってところでまあそうですねだから一番乗りたいのルシットかなはいルシットですねルシットエアはいフィスカー・フォックスコーンの話を聞きたいああフィスカー・フォックスコーンなんかあれですけどちょっとあの ちょっとあんま取り上げて、あの、なんだ、注視してないですね、僕。バイトンとの話は切れてないっす。バイトンは今、継続中です、ね。一応、だから、バイトン2022年の第一クォーターまでには、うん、出るとは言ってますけど、みたいな。まあ、でも、話は切れてないですね。なんか、最近また、なんか進捗したよ、みたいなニュースがあったんで。UX300E が600万オーバーで WTC モード367キロ。おお。 あれエントリーグレードって600万超えてましたっけなんか580万みたいな話だっていう記憶をしてたんですけど違うか自動運転雑誌や評論家のアンチ EV 多すぎる。 いいや面白いんですよんだろうな,なんか,明らかに多いじゃな何だろうないやだからなんかこういうねこうなんか少数派の立場にいると陰謀論とかなんか言いたくなっちゃうこともわからないでもないんですけど、まあ、そこまででもないんじゃないかなそんなに日本腐ってないだろうとは僕は信じてますがそんなことないんですかねっていう <laughs> まあわかんないですけどでもちょっとねなんか多いですよねなんか。 あまりにもなんかその明らかなこう偏りじゃないですか。だから、これ何なんだろうなとは、まあ。思っちゃいますけど。タイヤは、あの、は、履き替えてください。いいですあ。そうなんですよ。あの、タイヤはね、あの、むしろね、ちょっと電気自動車だとね。多分、あの、別にリーフだけに限った話じゃなくて、特にテスラーとか乗られてる方だったら。あの、結構ね、あの、運転も楽しすぎて。 ね、あのアクセルバンバン踏んじゃったりしてると思うんであのタイヤは多分減りの速いんじゃないですかでこれはあの別に多分あのなんだその電気乗車の弱点ではないと思うんですけどだけどなんだ結構ね多分タイヤの減りは速いんじゃないですかみんな楽しくて踏んじゃうからだからあのタイヤは僕結構あのチェックしてますよだからタイヤ僕変えてますねもうあの4万 4,000kg とかでしたけどどんぐらい変えたっけな結局全部変えちゃったんですよね なんかパンクしかかっちゃってであもうそしたらこの際一気に履き替えちゃおうかなみたいな感じで履き替えたんではいタイヤは履き替えましょう <laughs> はい当たり前ですねでもそうちょっと結構また流れちゃったなとこ,こで、ね、蓄電池としてリーフは使えますか まああの使ってる方たくさんいると思うんであのあ僕使ってないんでねあの多分 YouTube とか探していただければ結構あのなんか細かく説明してくれる方とか多いと思うんでちょっとあの僕あのなんだあの僕よりあの実体験の方の話を聞いた方がいいと思います。であのリーフはあのリーフというフォームがあるんでまあリーフというフォームは確かに強みなんですよねだからあのそういう特にこうなんだもしも万が一っていうことを は備えたいいっていう人はすごいいいんじゃないですかあの海外の目まあ,あのテスラもそうですけどあのその電気自動車にはない強みなんでねそこはそういうところに価値を見いだして電気自動車、まあ、あのリーフ選ぶって方も全然いいと思いますアイオニック5は非常に気になりますね欧州で予約が開始されましたが大人気でサーバーがダウンしたというニュースをネット見ましたあのうーん、ま どうなんですかあの大人気だからサーバーが落ちたかっていうちょっと確証は取れないんですけどただあの,あの僕があの調べた時もサーバー落ちてたんでねだけど一応3000台なんですよ最初のそのローンチエディションがえっとプロジェクト45ですよねあのヒュンダイがだいたい四45年の歴史ぐらいな感じっぽいんでなんかプロジェクト45らしいんですけどうんでも3000台なんですよねだからうんまだ何とも言えないですけど だから僕も日産アリアの話をすると、まあ、アリアの,その最初の年の生産台数って世界全体で4万台なんですよ。そ世界全体で4万台ななんんででめめちゃめちゃゃ少ないんですよで例えば、まあまあ、モデル3とかとねあの比べてもしょうがないですけど例えばモデル3って昨年多分3030 30万台とか全然売ってますよねそれと比べたら30万台4万なんでもう全然も,うもちろんそのランプアップがまだ追いついてないっていうのはあるにしても 最初の1年で少なすぎるだろうとは思ったりしたんですけどまあでもまあ最初はね大変ですよなかなか本当にブランニューな車なんでねなかなかねランプアップが大変だと思いますけどだここ,乗り,きこ,こを乗り切るかですね日産も、まあ、ヒュンダイもそうですけどここを乗り切ったらいよいよ電動化へ加速度がついてきますよ えー、5年後ガソスタ潰れるからガソリンスタンド入れるの大変そうあのもう別にあなんだあの5年後じゃなくて今現実問題として起こってます例えばあの、まあ、例えばね今僕埼玉とかにいますけど、まあ、埼玉だったらそんなことはないですけど本当に本当田舎行ってもらえれば例えば30キロ行かないとあのガソリンスタンドないみたいな人ってもうあの現実問題存在してますからねでそしたらじゃあ往復60キロかけてガソリン入れに行くのかみたいな まあもちろんねじゃあなんか買い物しがてらでもいいですけどまあ結局そういうふうなもうどんどんなっていくわけですよ。例えば1997年度と比較して今ってガソリンスタンドのスタンド数って2分の1なんですよ。っていう割と事実を知らない方が多くてもうすでにたった20年でもう半分に減ってるんですよ。 でもうそのあのあ日本の人口ってなんかもうあの急激に減っていくよねっていうのはもう事実として分かってるじゃないですかそうするとガソリンスタンドって減っていくよねっていうのももう事実として分かるじゃないですかで世界は電動化に火事を切ってるよねっていうとあのガソリンスタンドまあ世界は電動化に切ってるよねっていうのと一緒にハイブリッド車の燃費っっっててめっちゃゃ上がってるじゃないですかまあ、だからそれこそなんかあのヤリスとかあるじゃないですかあれだってすごい燃費性能高いじゃないですか。 っていうので、あの結局ハイブリッド車を推し進めれば推し進めるほど、あのガソリンのインフラってどんどんきつくなってくるんですよ。だからそのあの前も話したと思うんですけど、その1997年あたりって何が起きたんだと、あ,あれまでなんとか増えてたまあ一定を保ってたのに、1997年ぐらいから一気にガソリンスタンドが減ってるんですよ。これなんだろうなって考えると、まさに1997年あたりに初めてトヨタがプリウス出したんですよ。プリウスハイブリッドを出したんですよ。 だかかららあそこからなんですよっていうのがまあ割と歴史を振り返ると、まあ、結果論かもわからないんですけどまあでもやっぱりこう燃費性能に力を入れ始めた途端にガソリンスタンドの数減ってってるよねっていうのはもう事実で出てるんでまあ今後5年で何が起こるかっていうのはまあ言わずもかなですよねっていう感じです。 本がミニのような小型な EV のムーブメントは来ると思いますが日本はどうですかね、まあ、中国では爆売れしてるって感じですけど今まで,でチャンネル登録,登録使用禁止な音楽家専用の別赤の からコメントのみ入れさせてもらっていましたが、頻繁に閲覧したいので、新規客のつくチャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。ガソリンスタンド減少を見越してか、出水が ev 本店にも参入。ああ、なんかあの小型 ev でしたっけ？なんかあの？出してましたよね？まあ、だからあのこういう風にしてこう。いろんな。こう。まあそのアップルとか。まあすごい話題になってますけど、まあそういう風にして異業種がどんどん参戦してくるよね。って話で。ですよね。電気乗車って。 だからまあですよ、ね、でもあの GM とかねあのフォードもそうですけど、まあ、GM もフォードも、まあ、ヒュンダイもそうですけど、まあ、こうやってどんどん電気自動車にもう電気自動車に舵切っちゃうっていうで,で結局じゃあ,あのもういつもこれ言ってますけどあのなんだ日産とホンダとトヨタの,あの主戦場って日本じゃないんですよなんかこれ勘違いしてる方いるんですけどあのデータ見てもらうと今もう彼らの 3社ともですよ3社とも、えっと、日本の,あの全販売台数のうち2割しかないんですよ日本のシェアって。残りの8割はそれ以外なんですよで大体6割ぐらいが欧州と北米中国市場に寄っちゃってるわけですよ。で欧州と北米市場と中国市場はみんな電気自動車に火事振っちゃってるわけですよ。 もうこうこなってくるわけですよそしたらじゃあ全振りして経営リソース割いてるメーカーとなんか日本は日本でなんかじゃあハイブリッドとかじゃなんか内燃機関車にもお金かけてでも欧州は欧州で,で,で,で電気自動車もやりますっていうメーカーとどっちがいい電気自動車作れてどっちがいいインフラを構築できてどっちがいいサービス提供できるんですかってなるとうんやっぱり結果は出てる気がするんですけどねっていう。 ちょっとやばいコ,コメントがすごい飛んじゃいましたね、ちょっと。えー、っと、モデル2の航続距離はバッテリーにもよると思いますが、500キロいくと思いますかあのただあの、モデル2からはもう、なんだ、えっと、その、テスラが昨年に発表あの、開催したバッテリーデーっていうイベントがあったと思うんですけど、あそこで、その、 おそそらくその LFP バッテリーを搭載するんですけど LFP バッテリーの搭載の方法がそのセルトゥーシ,シーって言われるその今までだったらそのバッテリーセルがあってそれをモジュールっていう単位を構成してそのモジュールを何個か組み合わせてバッテリーパックっていうのを作ってそれを車体の下に積んでるんですよだけど今後はそのモジュールもなくしてパックもなくすんですよじゃあどうするかっつうとセルを。 を直接シャシャーに埋め込むんですよだからセルがもうシャシーになるんですその車のボディの一つを構成するんですよみたいな搭載の仕方みたいなのをすると割とその,あのもっとたくさん乗せられるよね要するにモジュールとかパックっていうその箱がなくなるんで,でその分たくさん乗せられるしみたいなだったりあのエネルギー密度を高める4680セルっていう、まあ、新しいバッテリーセル作ったりとかあとあのまああの LFP バッテリーもそうですけど まあそういう形であのエネルギー密度要するにあの搭載バッテリーの量だけじゃなくてそのエネルギー密度とかそういうところでもあの向上させるんでどうですかね EPA500 ぐらいいくんじゃないですか分かんないですけどでもまあでもそらくその程度は目指してると思いますけどねうんまあだから例えば8 0 0キロとかないととかっていう方もいると思うんですけど、まあ、5 0 0キロも走れるとね あのまあね、電気自動車乗られてる方は分かると思うんですけど、まあ、のインフラサイトと乗ったらもうあの500キロももいいいらない人も多いと思うんですよだからこれ分かんないですけどだいたい60キロワットはぐらいになるんじゃないですかこれからのあれはでまあ電気性能ってのはもうそんなに上がらないんであのどんなにいいあの電,電気自動車作ったとしてもたかがもうそんな差なんでって考えると、まあ、エネルギー密度がちょっと上がって そうっすか、ね、でも 60kWh で EPA で500弱とかそんなもんなんじゃないですかで別にそうすればねもうあの充電インフラさえ整えばもうあのどこでもいけるんでそうなんですよねだからうんまあだから8 0 0とかいかないとは思いますけどでもまあそんなにいらないんだよねっていう。 素朴な疑問ですが、どうしてモデル3やモデル y ではなくてアリアを購入しようと思われてるんですか？動画で言われているピッチンコントロールが一番の理由ですか？まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、話すとまあね。この長さでもあれですよ。あの僕はあの別にアリアを購入したって確定はしてないんですよ。あいつも言ってるんですけど、あのアリアかモデル y かあと id4 です。で id4 は割と来年来ればあの選択肢にちゃんと入ります。なのであのこの3つです。 今のところはんっていうのを前提にしてじゃあアリアの何がいいかまあ,あのモデル Y にいいところもたくさんですけどアリアの何がいいかなっていうと、まあ、まさに今おっしゃっていただいたそのピッチングコントロールというかその,あの設計思想が一貫してるわけですよ。まあ、もちろん例えばあの前の動画でもあのつ,つい最近の動画で説明しましたけどモデル Y の設計思想っていうのは完全自動運転時代に対応してるわけですよインテリアも。 もうエクステリアも全てが全てが完全自動運転時代に対応してるわけですよっていうインテリアなわけですよであのそれも全然ありですだしあのその最終的に完全自動運転になるっていうことを、まあ、別に可能性は全然僕はあの十分あると思いますしあのそこを見越してあの買ってるって方も全然いると思いますし例えばあのロ,ロボタクシーとかっていうわけですよ要するにあの完全自動運転時代達成しちゃったらもうあとは自分が。 なんかあの車使ってない時はなんか年間でなんか300万ぐらい稼いでくれるタクシーになるみたいなそういう構想も出してたりするわけじゃないですかテスラは。まあ、なんでなんかそういうすごい長期的な目標なんかを見据えて。 全然なんかテスラ買うっていうのも全然ありだと思うんですけどまあ例えばアリアに関してもねこれはもう設計想が一貫してるわけですよでやっぱここが僕は素晴らしいと思っていてだ例えばその巻線開示型同期モーターの話一つとっても例えば巻線開示型同期モーターっていうのはよりあのモーターの音を消せるんですよまあモーターのそのあの,あの音が少ないっていうのもあることながらそのやっぱあの説明した通り切れるんですよねあの使ってない時はそうすると、まあ、さらに あのそういうい音を消すだつまり車内の快適性の最大化のためにさまざまなことを取り組んでるわけですよ。まあ、だからそのインテリアの,あの一貫性もそうですしだからピッチングコントロールも全くそうでピッチングコントロールを導入して何をしたいのかっつったら車内の快適性を最大化するわけですよ。だからこういうい、まあ、ちょっとねあのど 今では、まあ、の全部はもちろん伝えきれないんですけどまあそういうようにしてねとにかくそういう一貫性その社内の快適性っていうところに重きを置いてるそれが全て一貫してるんですだからプロパイロット2.0もそうなんですよプロパイロット2.0でハンズフリーなわけですよでもハンズフリーだから何なのかって話じゃないですかじゃあハンズフリーで最終的に何を成し遂げたいのかっつったら快適性なんですよでも別にハンズフリーできる車種って他にもあるよねってなるんですけど アリアにはまさにそのピッチングコントロールがあるわけですよ。だから手を離してね、アクセルとブレーキから手を離すと、やっぱりその他の乗客、そのパッセンジャーと一緒の一緒にこう、ピッチングこうなっちゃうわけじゃないですか。で、そういうのを快適にさせるための E-Force なんですよっていう、そういうことなんですよ。だからまさに 設計層が一貫してるわけですよで今今の話を言うとねなんかあの日産好きすぎだろみたいなこと言われるんですけどあの別に日産かららお金もらったりしてないんですよただあのただそういう,あのなんだそう設計層が一貫してるよねっていうところでやっぱそういうだから別にどっちがいい悪いじゃないんですよどちらもいいんですよ。でだけど例えば僕の目線で言うと特にこうあの一緒に同情させる機会がやっぱちょっと多いんですよ僕の場合ね。でそしたら、まあ アアリアのそういうい快適性を買ってもいいいのかなっていうのでまあアリアも候補に入れてますっていう話ですねはいそんな感じですだからあの別にどちらがいい悪いかっていうことではないんですけどねだからあの ID4 に関してもねまあ ID4 はねちょっとあの乗ってみないと分かんないですけどねまだでもあの ID4 も電気乗車の質高いですよ本当に今いろんなもうあのちょうどね発売どんどん開始されて納車がスタートしてるんで YouTube あ,の you あの漁ってもらえれば もうみんなレビューしてますすすけどあのすごいですよ本当に電気乗車の質も高そうですしあの静粛性が高いっていうのがねみんな言ってるんですよ本当に時速12030キロで走ってもあのすごい静粛性がねあの,あのこのセグメントにしてはありえないぐらい高いっていうなんか評価を下してる方が多くてあなんかそういうところはすごい高評価できそうだなっていう ID4 はそんな印象ですね イーブニツさんのの実写テスト楽しみですあのだからモデル3は多分いけますねモデル3あ LFP 最初にお願いしますか LFP か LFP 誰か貸してくれないっすかねちょっとあのなんかあの保険代とか払うんでちょっと誰か貸してくれないっすかねってあでも多分 LFP はもうそろそろ納車されてんじゃないかな2月3月多分1月は多分ないと思うんであの 船が来てないと思うんでちょっと中国になってから変わったかもしれないですけどまあ2月3月でしょうねだからちょうどもしかしたら今今もし今ぐらい多分納車されてるのは中国製 LFP だと思うんであのだからねあの別に僕だけじゃなくていいんですけどあの充電テストとかね日本の方全然やらないんですよねなんか是非やってほしいんですけどねあのスーパーチャージャー行ってあのカメラでそのままアップしてほしいんですけど そう日本の,、ね、じゅあのデータが全然、ね、探しても出てこないんでそう結局だからその海外のあれ使わざるを得ないんですけど全然あの日本人の方がやってくれた方がねあのよりこう実情に合ってる情報を出せるんでどんどんみんなやってほしいんですけどえー、っと i4 かモデル3な悩んでいますおーすごいですね。 BMW が好きな方なんですけど、ね、ちょっと分かんないですけどでも i4 今出てるあのまあ今まだねあのワールドプレミアとか出てないですけどあのスペックはあの相当力入れてそうだなっていうのは分かりますしあのそのワールドプレミアが行われた iX っていうねあの大型 SUV 出しましたけどあれの電気乗車の質は非常に高いですやっぱりあの確実に本気あの入れてきてますなんで i4 も期待していいと思いますっていうぐらいしかちょっと言えないんですけどまああのなんか よ i e のなんかルックスがいけすかんみたいなこと言ってる人たくさんいるんですけどあのなんか僕そういう偏見が全くないんでなんか i e もすごいかっこいいなっていうか何だろうな,なんかまあ電気自動車だからなんか電気自動車のルックスにしたなんかもうブランニューなちょっと未来的なのもいいですけど i4 だと割となんかインテリアはちょっと先進的ですけどルックスだけ見たら別になんか4シリーズと。 そんなななななに変わってなくいないいぐらいな感じじゃないですかだからなんかああいうのもあっていいと思うんですよね実際ああいうのがあればこうブランド BMW ってブランドが好きな方だったらこうなんだこうあれがなく乗れると思うんでの乗り換えれちゃうと思うんでで乗り換えちゃったらもうね電気自動車楽しくなっちゃうと思うんで特に車好きの方はねもうねあの多分 i4 のなんかパフォーマンスバージョンとか乗ったらもうだからあの iM4 とか。 iM4 とか計画されてるっぽいんでね IM4 とか乗っちゃったらもうもう <laughs> ここはもう断言できるんでだからまあ,あの悩んでいらっしゃるんだったらなんかモデル3パフォーマンスとか乗ってみてあ電気乗車ってやべえなっていうふうになればもうあのまあ分かんないですけどモデル3パフォーマンス買っちゃうかもしれないませんしねあの待てなかったらでも i4 はねあの日本導入あの一応あの日本法人の社長がするって言ってたんで。 全然待ってもいいと思います。うん。本当にこれからの日本の自動車メーカーが心配ですね。うん。どうなってきますかね。まあ、だから、あの、例えば、僕はもう二十代前半なんでね、本当に。なんだ、あの、一言じゃないんですよね、これって、本当にもう。結局。彼らが。やっぱり、き、厳しくなっちゃうと、もう。急速に。 日本社会って厳しくなるわけですよでまさにこう20代前半とか20代の立場からやっぱ言わせてもらえればね本当にもうねあの関係ないんですよだから僕から言わせてもらえれば別にあのもうどうどででももいいわけですよ、まあ、ももちろんねあのテスラが成功してくれないと世界の電動化っていうのはねあの成功しないんで絶対。なんであのテスラには頑張ってほしいんですけどその視点とはやっぱ別にね日本メーカーが頑張ってくんないと。 もう単純にあのこれはあの僕の,なんだあの主観しとしてあの困るんですよ <laughs>。本当に。あの分かんないですけど、まあ、あのもうねあ,のなんかあと10年で定年退職だからぐらいの人だったらなんかまあ日本メーカーもう終わってもいいだろうみたいなこと言う方いると思うんですけどあのそんなね無責任なこと言えないんですよ。だってあと何十年って日本でまあ分かんないですけど生活する気なんでね。うん、だから本当にね 本当にこれは頑張ってもらわないとだって100年に一度の変革期って自分で言ってるじゃないですかっていうね本当にそうで今じゃあ世界で何が起こってるのかっていうところをこうぜひねあの、まあ、見直していただきたいなって思ったりします日本における違う日本におけるあ違うなごめんなさい日本で V2 ホームができることが EV 購入の後押しになると思いますか んーねーここがねちょっとね僕はあの皆さんと考えが違うと思うんですけどまあ確かに V2 ホーム例えばなんだろうななんか、まあ、そもそも論としてまずあれまあ、一軒家じゃないとできないよね、まあ、現状の話ですけどできないよねっていうのが一つと何だろうなこう確かに魅力なんですけど。 だし、まあ、地震大国だよねとか、まあ、災害大国だよねとかで大体毎年こう台風のシーズンになると必ずどこかの地域が停電になりましたとか、まあ、死者出ちゃいましたとかってのはなるわけじゃないですかだから必要なのは分かるんだけど何だろうなやっぱねここはねメーカーの腕の見せるところだと思うんですけどねなんかこう PR がねちょっと下手くそすぎませんかねあの V2 ホーム。なんかかねアピールが下手くそというかいうやあの 僕も別にかかかってるるんですよどういういメリットがあるかとかで別に僕は一軒家に住んでないんでなんか V2 ホームを導入するっていうことができないんですけど何だろうなちょっとあ,のあんまり言うとあれなんですけどなんかそこがちょっと弱いすすぎますよねだからなんだろうな例えばもうあの全然話変わっちゃうかもしれないですけどもうあの見てくれ1つとってもそうじゃないですかだからねあの例えば日本の急速充電器の,あの形とか見てくださいよ なななんだろうななんか言いたいたことわかかかりますかねなんかそのデザインだけじゃないんですけど何だろうなそういうとこ一つとってもなんか本当に普及させる気あんのかこれみたいな何だろうな例えば、まあ、まさにまさにテスラを見てもらえればわかるんですけどそのテスラのあのスーパーチャージャーって別になんかかっこいい悪いは主観なんですけどなんかうまく溶け込ん 出るというかはうまく溶け込ませようとしてるじゃないですか。それが見えるじゃないですか。なんかそれと一緒でなんでなんかこうあの商品のその質はいいのに質はいいんだけどそのなんかプレゼン能力だったりなんかその。 単純にななんちょっとあの例えが正しいか分かんないですけどなんかどんなに美味しい料理があってもなんかルックがクソだったらやっぱり食べたくなくなるじゃないですかみたいなちょっとあのこれはあれですねちょっとあの例えが正しいか分かんないですけどなんかねそんなようなことがちょっとねなんかこう日本の出すあの危機というか。 ななんかか電子機器に多すぎやしないかとだからその例としては、まあ、まさに V2 ホーム、まあ、しかり、まあ、日本のこう充電器しかりとかなんかああいうところがなんかそれだったら何か別にまだ導入しなくていいよなっていうふうにね思っちゃいますよね。まあ、だから本当にこう自分がなんか大災害に遭っちゃってもう身をもって体験したとかだったらもしかしたら価値観変わるかもしれないんですけどうん僕はね そうは思えないですし多分多くの方はじゃあ V2 ホームに対応できてるからなんか電気自動車購入しようっていう価値観にはその良さを伝えても、うん、ならないんじゃななないいかなって思いますなんでちょっとそこは別な上から目線で言うわけじゃないですけどちょっとこの PR の仕方というかその PR もそうですしなんかこう見てくれの部分も含めてなんか本当にこうなんか売る気があるのかっていうふうにまあ僕は思っちゃったりするんで。 うん、ちょっとねまだあの「V2 ホームがあるから電気自動車買った方がいい」っていうふうには言えないですね。<noise> イートロンの静粛性がすごいって言ってましたがあれやと比べていやそれイートロンイートロンも高級車なんでねあれは多分ちょっと別格だと思いますけど、うん、まあ乗ってみなきゃ分かんないと思いますけどね。 イートロン G. T. かっこいいと思います。僕めっちゃかっこいいと思います。イートロン G. T. 多分今出てる電気乗車で一番かっこいいんじゃないですか。なんか電気乗車なんですけど、なんかこううまくいい塩梅じゃないですか。なんかこう。あの、今まで内燃機関車のすごいかっこいいスポーツカー、まあだからあの A. 七、A. 五とか A.、シックスとか乗ってた方が。なんかこう、気軽に乗り、気軽には乗り換えないと思いますけど、だからこれだったら乗ってもいいかなって思えるデザインだと思うんですよ。だから僕はああいうのはすごいいいと思いますよね。 あの電気自動車普及させるっていう意味では非常にいいと思います。リーフの他に欲しい電気自動車ありますか？えっとアリアとモデル Y と ID.4 です。あとルシッドや、はい、そう。フォルクスワーゲンのビートルの EV 版出してくれた流行るかもなーと思ってます。なんかね、あのビートルの電気自動車作るか作らないかみたいな話をなんか見ましたよ。もしかしたらなんか三四年後奇跡が起こるかもしれないです。 なんかあのフォルクスワーゲンの一応その e モビリティのトップのスティーブ・ウルブリッチさんちょっとごめんなさい名前忘れちゃいましたけどなんかそんな方が昔言ってましたなんでもしかしたらもしかしたらするかもしれません KEV は一軒家二台持ちの奥さんの買い物カーとして最適だと思いませんか思いますバッテリー容量が少ないので太陽光で充電できそうですねあのー、だからまさにあのー ま、えっと、もなくまもなくじゃないですね、えっと、2023年度までに、えー、初発表するっていうふうに、まあ、日産側は今のところ公言している IMK ですよねあの電気自動車バージョンですけどこれがねどういうスペックで来るのかっていうのがね全く読めないですねだから本当にその町の利用として、まあ、もちろん,そんな100万台は無理ですよさすがにまだ無理だとしても補助金入れて、うん、200万まあ 補助金多分マックスでやっても80万もらえないと思いますけどじゃあ40万入れて、うん、200万ああ300万ちょっとねあの200万前半とかは僕は正直高望みしすぎだと思うんですよやっぱねあの現状の計の100万プラスぐらいは見ておいた方がいいと思うんですよねだから、まあ、200本当補助金入れて200万中盤もしくは200万後半ぐらいだってイメージで絶対やんなくちゃいけないと思うんですけどそれでどういうスペックなのかわかんないですよだから本当に なんか町乗り特化のなんか航なんだろう EPA 航続距離1 5 0キロのなんだなんか20なんか 24kWh とかって出すのかそれとも 40kWh ぐらい積んでなんかわかんないですよそうちょっとねまだねさっぱりわかんないですよどういう設計思想で来るのかっていうだからまあそこが楽しみではあるんですけどうんまあでもあのいずれにしてもねそのセカンドカーとして だと、別に家で充電できるので、あの、そんなに航続距離いらないよね。っていうのは、もうあの中国で証明されてるわけですよ。本がミニ EV ブやったり、別に本がミニ EV だけじゃなくても、あの、そういうあの、軽セグメントぐらいのサイズの、あの小型電気自動車がめっちゃ爆売れしてるわけですよ。本がミニ EV だけにかわらず、例えば、あの。グレートオールモーターから出てる、あの、ブラックキャットか、だったりとか、っていうのも、まあ、すごい人気なんで。はい。 なんでそういういい時代はまあ遅かれ早かれれ早ると思いますだからまあその先駆者として IMK をどういう立ち位置にするのかこれは非常に気になるところでありますえー、っと結構いっちゃいましたねやばいなちょっと待って。 日日本本本ではトヨタがもっとと気を出してくれないと日本の全固体電池についてはどう思いますかと全固体電池はえっと昔あの僕動画で出たんですけどちょっとあの探してもらえればいいと思うんですけどだ多分ね11万回ぐらいなんか最近なんか見てなんかめっちゃ再生されてんじゃんと思ってなんかびっくりしたんですけどあのなんかトヨタの社長とあとあの吉野さんっていうリチウムイオン電池作った方のなんかなんか。 そうですサムネイルがあるんでちょっとあの全固体電池とか多分書いてあるんで僕あそこで詳細に解説してるんであのちょっとぜひその動画を見て頂ければいいと思います結構詳しく言ってますこの間ラゾーナ川崎でテスラモデル3見てきましたアメリカ製と比べて上海製は作りがいいと言われていましたうん言われていましたってことは多分テスラのなんか販売の方が言ってくれたんですかね まあでも彼らがそう思ってるってことは多分本当なんでしょうねそれは今日モデル3試乗してきました運転席狭かったの狭かかっったたたのですイメージと少しし違いましたちょっとネガティブなイメージを持たれたのかもわかんないですけどまああのねやっぱこう試乗してみないとわかんないことっていうのは本当たくさんあると思うんであのでもねモデル3だから試乗するためにはでもちょっとの試乗だったら別にラゾーナ川崎でもいいですしあの青山とかでもできますもんね 今できまだからあの青山でもいいですしあと大阪も名古屋もありますからねまああの試乗してみると特に電気乗車乗ったことない方はねあの乗った方がいいですよ本当に別にあの、まあ、モデル3がねちょっとあの場所的に厳しいんだったら全然リーフなんかはもう別に日産リーダー全国どこでもできるんで本当ねこの一歩をね踏み出すだけでねほんと価値観変わりますよだ別に別に乗って電気乗車ああ大したことねえなみたいな あっこれが今の電気自動車の実力だったのねみたいな。っていう全然思うのは全然いいと思うんでだから、まあ、乗って体感してっていうところをねちょっと是非本当にね乗ったことない方は是非ね本当やってほしいなっていうふうにいつも思うんですけど高級車にあんなダサい充電器接続されてるとすごい違和感ですねいやそうなんですよねだから多分そういうのも含めてそういうパッケージングも込みでテスラっていうのはうまくやってるんですよ本当に。 やっぱねあそこが本当やっぱ素晴らしいなっていうかそうそうなんですよねそこなんですよ今度試乗したいと思いましたはいえー、おじさんたちの声が大きいので保守的になってしまいますうん罪ですね茶でもめんどくさすぎカードでピッと使えてほしい何のカードのこと言ってるのかちょっと分かんないですけど割とあのまあ,あの日産が出してるカードはピで終わります 同じ20代前半です私はこの国はあと数年だと思ってるので海外に行きますかネ、ね、イティブスも海外に住んでみたりしたいと思いますかあの僕はあのオーストラリアに住んでたことあるんですよ。なんであのまあ,あの別になんか海外かぶれ的な感じだと思うんですけどまあ割とあのなんだなんかまあ英語もぼちぼち喋れたりするんで別になんか海外で生活しようと思えばまあできたりもすあの例えばこう自分の,この今の,この仕事からも含めて別に海外で明日から生活しようと思えばまあできちゃったりしなくもないんでだけどまあ割と。 日本をね、やっぱりね別に見捨てるとかってわけじゃないですけどやっぱり日本頑張ってほしいなってやっぱ僕は思うんでうんまあだから日本にいてこういう情報発信をしてます日本の充電器は学者先生が作ってる感じボタン多すぎてグダグダうんでもデザイナーとかいるはずですけどねっていうかいやだからあんまりこうなんかあのディスって。 てしまうとねあのこうあの今充電器使われてる方とかにはほんと失礼なんですけどもでも正直言って僕ここ本当に本質的な問題だと思いますよやっぱりなんか充電器充電器してるじゃないですか日本の充電器ってちょっと日本語がめちゃくちゃですけどなんつんでしょうかねなんか僕の言いたいこと伝わってるかちょっとわかんないんですけどなんかそこなんですよやっぱだから本当にテスラはもう繰り返しになりますけど ややっぱ上手くやっぱくてるんですよねそういうのパッケージング込みであそこが本当にやっぱテスラの素晴らしいところでやっぱここはやっぱ真似しなきゃいけないなっていうかだからあの,あの海外のエレクトリファイアメリカとかまああのアイオニティもそうですけどまあ確かにちょっとテスラほどではないと思うんですけどでもねあの十分見てかっこいいじゃないですかなんかこうかっこいいとかっていうなんか主観を含めてもしょうがないと思うんですけどなんかでもねそういうかっこよさみたいな ものは結構重要な気がするんですけどねやっぱりアリアもいいんですけどやはり日本で普及するには次に乗り換える K の EV が非常に重要だと思いますうん,うんそうなんですけどうん微妙なんですよねどういう設計思想でくるのかっていうのと同時に うん、まあ、まあちょっとはい、まあ、そこはちょっとまあはい、いろんな考え方があると思います。V2 ホームについて考えありがとうございました。日本の急速充電器は冷蔵庫の裏みたいなデザインで、あそう、冷蔵庫の裏、いいですね。いい表現だと思います。そう、そうだと思います。テスラ、広告機ゼロでやってますよね、うまい。ソニーがんばれのコメントを思い出しましたが、日産がリーフ出す前に試作者はソニー製のバッテリー搭載、そうなんですか。へえ。充電アプリの5 o e v 最高ですね。 EV とい,う、e、という新しい存在と既存社会でマッチングしていないと感じます何というか異物っぽい雰囲気がプンプンする感じノートも e パワー専用だけでなく EV バージョンも出してら売れると思うんだけど売れるんですけど出せないっていうのが全てなんですよだからあのこれは本当にねあのなんだろうなあの電気自動車は簡単に作れるっていう方がなぜ間違ってるのかっていうところが重要であのなんだろう よよく言うわけですよ電気自動車なんて別にハイブリッド車の延長線なんだからあのもうまあハイブリッドが強いメーカーは作れるって言うんですけどまあ現実問題として、まあ、あの僕はいつも言ってますけどいくつかまあ障壁があるわけですよ例えば一つはバッテリーなんですこのバッテリーをどんだけ大量に安く調達するかっていうところにコミットしななきゃいけないけんですよだから現実問題として例えばトヨタさんなんかはあのラブフォー p h e v ですよ プラグインハイブリッドなんですよ。だから電気自動車じゃないんですよ。プラグインハイブリッドの 18.1kw のバッテリーすらたくさん調達できないんですよ。で、これがもうやっぱ現実なんですよ。だから、例えば納車待ち半年とか全然あったわけですよ。で、あの本題にも一緒なんですよ。本題だって。あのパナソニックから大量のバッテリーを調達できないから、結局あのたくさん販売できないわけですよ。 だから欧州に優先して日本はちょ,ちょろちょろしか流さないんですよ。だからここが全てなんですよ。だから作りたいと思っても作れないんですよ。だからここがね。本当にあの電気自動車っていうのはあの。新 危険にこれあのコミットしなければならないっていう点で、例えばそれを例えば直近だとフォードが分かり始めたわけですよ。フォードの実は前の社長ってあの自社でバッテリーの製造工場なんて作るのはバカバカしいって言ったんですよ。だけど今ジムファーリーっていう新しい CEO になってあの全面的に考え方変わりましたね。あの自社でバッテリー生産始めるって言い始めましたからね。 まあそんぐらい本当にそのやっぱねまあ経営陣が変わるとあこんだけ変わるんだなっていうのは改めて分かったのと同時にやっぱりねこの僕はだから電気自動車の質っていうのをよく判断してますけど、まあ、あのよく違う動画でも言ってますけどこのそういうなんだバッテリー生産にどれだけそのメーカーがコミットしてるかっていうのも一つの判断材料ですそのメーカーが真剣に電気自動車やろうとしてるのかしてないのか分かるんで。 っていうところをまあそういいいいう判断材料も見ていくとと面白いと思いますそうすると例えばなんかあのテ,テスラは例えば今あのギあのネバダにあるあのギ,ギガネバダの工場だと今大体どんくらいなの40ギガワットーはぐらいなのかなそこまでもしかしたら行ってないかもしれないですけど大体そんぐらい作れたりとか、まあ、例えばあの、えっと、欧州だとあの、まあ、いろんな政府が出資しているノースボルトっていう例えばバッテリー だとあのフ,ォフォルクスワーゲンと協業してるんですけどあれが大体多分 2, 2年後あたりに大体35ギガワットアワーぐらいのバッテリー生産工場を作るとか言ってるわけですよ例えばじゃあパナソニックがじゃトヨタとあの合弁会社で作ったバッテリー製造工場って大体どんぐらいかあっていうと0.37ギガワットアワーなんですよなんで100倍ぐらい生産能力が違うわけですよまあ、っていう 話なわけですよだからそういうふうにしてその本当に電気自動車コミットしようとしてるのかっていうのはそのバッテリーの供給能力それをどれだけ自社で確保しようとしてるのかっていうのを見ると図らずもそのまあメーカーがどれだけ電気自動車本気でやろうとしてるのかっていうのが見えてきますっていう、まあ、そういうのも一つのねこう判断材料にしていただくと結構いろんなことが分かってくると思います。 試乗してガラッと考え方が変わりました。私はだからこそハニネズミポチってしまいました。おめでとうございます。現代の充電ステーションは未来でした。そうですね。あかっこいいですね。あそうなんですよ、ね。あのね、ヒュンダイのね。あのであれあのアイオニック5の解説の時にあの充電器のね。あれを入れようと思った。入れようと思ってて忘れちゃったんですよね。あのそう、あのヒュンダイがあのあの自社であの？あの普及を進めようとしている。 充電ステーションがねねもう超絶未来ななんんですよなんか、ね、上からケーブルがこうなんか引っ張,っ引っ張るのかなんか自動,で出て自動で出てくるんですよねだからなんかその,あの重いケーブルをなんかよいしょとかかやる必要ななわけですよなんかそういうところとかももう含めてあのちょっと検索してもらえればあの YouTube 出てくると思うんでまさに未来ですねだからああいうなんか未来感みたいなものをセットにしてもいいと思うんですけどねこの23年ぐらいだったら。 リニアのの超電動は EV 普及時に妨げになるのでしょうかよくわかんないですね電力消費的に、えー、軽自動車は既存のプラットフォーム引き継ぎでいいから安くしてほしいでもね既存のプラットフォームを引き継いでしまうと電気自動車としての質が、あのー、よくなら,ならないんですよ だからら電気自動車専用のプラットフォームででやるざるを得ないんですよ特にあの軽自動車みたいになってくるとそのバッテリー容量も制限しなきゃいけないしって,な,ってならざるを得ないですしじゃあそうするとあのプラットフォームを利用するとじゃあ車内スペース確保できないよねみたいになっちゃうわけですよ。っていうのでやっぱりねあのこう既存のプラットフォームでガチャガチャやるだからちょっとはっきり言ってしまえばメルセデスは今それやってるわけですよ。 例えば EQA っていう新しいの出しましたけど、まあ、正直その電気自動車の質が高いかといえばやっぱそこまで高くないんですよ。でやっぱそれをなんでかなっていうのを見るとやっぱり電気自動車専用プラットフォームでやってないからでしょっていうのが結果論かもしれないですけどやっぱ出てきてるわけですよ。っていうのをやっぱ見るとやっぱねもうねあのなんかうまくこう取り繕っても結局ボロが出てきます。なんで もうやらなきゃダメなんですよね。もうだからプラットフォーム刷新してやるなり、もうほんと覚悟を決めて、退路決めてやらないと、あのー、そういう電気自動車の質では、競合には勝てないと思います。じゃデでもが世界で落ち目な気がして心配で、いや、あの、落ち目ですね。もう、あの落ち目っていうか、もう、あの、再起不可能ですね、完全に。だって、日産のもう、ありゃ諦めちゃいましたからね、CCS にして。<laughs> いや、これはね、結構。 うん、割となんか他方面から批判あったと思いますけどねなんか日本のこう足の引っ張るなんか一部の型既得権益みたいなのから絶対あ,り、ま、あったと思いますよいやなんで日本車が茶でも使わないんだみたいなでもだって茶でも使えないんだもんっし話じゃないですか何で今日本でまだ 150kW 級の急速充電器が1機もないんですかっていうもう終わってるじゃないですか本当になにいつも説明してますけどもう欧州と アメリカっていうのはもう3 5 0ット級の超急速充電器がもう例えば北米だと350キロワットト級の急速充電器を使っってて大陸横断ががでできるるルーももう2つも通ってるわけですよまああの実はあれ2つじゃなくてまああのもっともっとねあの進めたりするんですけどまああのそうだからいずれにしてもなんだろうなもう充電インフラのねもう次元が違うんですよ。あの本当ねこれはねあのちょっとねあのもうなんだ使ってみれて世界を見てもらえば分かると思うんですけどもうね 次元がねもうう段段とか4段ぐらい違うんですよだからなんかこう日本では急速充電が普及し,ないしてないから電気自動車は使えないっていうのはねあのまあ、まさに正解なんですよ正解なんだけど実はもう日本だけなんですよそんなもうわけわかんない国って本当わけわかんない国なんですよ今本当に、うん、だからねこうこう本当にねもう頑張らないといくら質のいい電気自動車作ったところで売れないっすからね この充電インンフラがもうポンコツだと、まあ、だから日産はね独自に 90kWh の,の,90の急速充電器を普及させてで、まあ、あのもちろん確定情報ではないんですけどおそらくあれは 150kW に変えられますなんで割とこれはゲームチェンジャーだと思いますだから日産はほんときついと思うけどこれを頑張ると後でかなりのビッグアドバンテージになるんでこれはこれはねほんと今頑張った方がいいと思います日産は。 本当に後々聞いててきますよこのの充電インフラの投資っていうのはだからまさにテスラの投資はそうですよ。なんでアメリカであのほ北米市場で電気自動車といったら8割がテスラなのかっていうだそこをあの本当に何なのかっていうのを理解するとうんまさに充電インフラなんですよね。 テスラはシャシーが弱い、構成低いって言われてる人もいますが、どう思いますか逆ですね、テスラってあの世界で一番安全な車です。あの特にモデル3なんかはあの、もう、なんだ、まあちょっとあの何を言われてるか分かんないですけど、まあ、例えばその衝突安全性とかね、もうそういうその性能っていうのはあの世界で一なんですよ。 別にこれってなんだろうななんかあのアメリカとかではも一般的に言われてるんですよね。だそもそも電気自動車の方が安全性高いわけですよ。その床下にあの硬いバッテリーパックを搭載してるんでみたいな話が、が多分聞いたことあると思うんですけど、もうあの別にあのその感想とかじゃなくて、もうあの検証結果でたくさん出てるわけですよ。まあはい、シャシーが弱いっていうのはそれは違うと思います。 ルーノーのゾエの評価っていかがですかアリアに使われてるモーターと同じ形式なので気になっていますゾエまあ売れてますよねっていうまあただあのなんだあの小型ハッチバックなんでちょっとねだからあのなんだセグメントが全然アリアとかとは違うんで比較はできないですけどだからそもそもあの小型ハッチバックなんで長距離とか運転してるみたいな動画がなかなか出てこないんですよねでそうだからあれもちょっとねなんとか分かればいいんですけど だからそこから結構なんかその薪栓開示型同期モーターの特性とか分かったらなとかとは思ってはいたんですけどちょっとそういうのが出てこないんですよねでもあの実際問題としてあのゾウエはめちゃめちゃ売れてるんではいそんな感じです充電サス影ヤの大きさあまりにも あままりりに違っってびっくりします多分これテスラのスーパーーーパチャージャジと比較してるんですかねあの 90kW の急速充電器ってあると思うんですよ。あの新電源工業が出してる充電器。あれはね、もう重いですね。で、でだけどあのり繰り返しますけど、もちろん確定情報じゃないんで、あのこれを信じるのは良くないんですけど、あのケーブルってのは空冷ケーブルって言って、そのあのあ冷やせないんですよ。だから、あのこの動画の冒頭で説明したんですけど、その。 電流のあ流れる値が大きければ大きいほどあ。大きいほど熱が発生しちゃうんですよ。だからあ例えばあれは 90kw ですけど、あれが 100kw 以上になっちゃうと熱が発生しすぎてあのダメなんですよ。その空冷ケーブルじゃ対応できないんですよ。なんでテスラのケーブルとかってなんであんな細いのっつったらあれ中に水の管通ってるんですよで。水冷ケーブルだからあれが対応できるんですよ。その超急速充電器に対応できるんですよ。 でなんであの今の 90kW の 90kW 90級の充電器でケーブルが重いっていうのも水冷ケーブルになれば改善しますであの何度も言いますけど信用したらダメなんですけどあのケーブルっていうのは水冷ケーブルに変えることができるんでそうするとあのケーブルも軽くなりますし充電出力もアッ,プし、ま、アップするっていうことですね。 <laughs> い,い,いいモビリティあ違うおいや結構いっちゃったな17分かちょっと今あるコメントをガンガン読んでいきます 2>, <laughs> 2週間前に2021年のモデルイパフォーマンスでい北海道一周しましたすごいっすね10度でもマイナス10度でも450キロぐらい走るんで高速 航続距離は問題なかった充電スポットの少なさがネックですね、道東は特に充電できるところないですね、あの僕もあの去年の冬にあの北海道を一周してます。で、そうですね、あのもうあの基本的には今のインプレッションの通りで、道東がやばいです、道東は本当にやばいです、だからあの一番やばいところ、確か100 120キロ間ぐらいかな、120キロ充電できないっていう箇所がありましたね、1箇所。 まあでも一応このリーフだったらあの全然心配はなかった心配はでもちょっとしましたね120だけど確かに120キロ何も充電器がないししかももう超絶田舎でもう町みたいな町もないみたいなところだったんでさすがにちょっと市松の不安はありましたけどでも全然問題はなかったですけど、ね、だ僕行った時に一番やばかったのはマイナス20度ぐらいかな21度とかだったと思うんですけど。 例えばリーフって、まあ、充電性のちょっとは落ちてるんですけどでもなんかあのもう全然バッテリー温度はなんか低すぎておなんか充電入らないとかっていうのは全くなかったんで、ね、だからそうですねまさにその充電スポットのがねちょっとねさすがに北海道道東はまだ無理ですね電気自動車おすすめしろっつってもおすすめできないですねまあでもあの北海道一周全然できます だからあの日産ディーラーラ様々ですよ本当に多分あの北海道一周多分今された方は多分お分かりだと思うんですけど多分日産ディーラーでしか多分ほぼ充電してないと思うんですけどあの日産ディーラーが本当なかったらもうねあの北海道の充電インフラとか崩壊しますよね本当にまあ別に日本全国そうですけどだから本当ねうんかね本当ね今は本当悔しいと思いますけど日産の方々ももうね今歯食いしばって充電インフラ頑張って。 であのいつも言ってますけどもうね日産はここは私利仕送りのためにもう自社の充電あのインフラに対してあのちゃんと課金した方がいいですよ本当にあのなんだその今ってゼスプ3っていうあのあがありますけどあれって全員入れるんですよその別にテスラ乗ってる方だろうがなんか。 BMWi3 乗ってる方でもアウディイートロー乗ってる方でもみんな入れるんですよ。まあホンダ E とか乗ってる方でもそうですけどすまあまさにマツダの MX30 もそうですよ。か彼らは自社で充電インフラ全く持ってないし今まで一線も投資してこなかったわけですよ。それがまああのねあのまあ一部の方だとねなんかあの広島に充電器あるぞとかっていう方いるんですけどあのもう関係ないじゃないですか拍手って。それはだって今まで えっと NSC か NCS か日本日本違う NCS か日本チャージングなんだっけなんかサービスみたいなそういうその会社をトヨタとホンダと日産と三菱で4社で合同して作ったわけですよ。 ででもじゃあ入入っっててたかて入ってないわけですよでそれで今自分たちで電気自動車の出してじゃあ本当に今インフラ投資するんですかっつったら本当にしますかねっていうで今今のところ出てないんですよその投資そういうそのなんかインフラにこれだけ投資しますよとか自分たちのディーラーにどれだけ投資しますよとかっていうのを全く言ってないわけですよそれで電気自動車出すってやっぱおかしいと思うんですよでそれってやっぱよくないと思うんですよ日本ののの充電インフラのその なんだその整備に参加しないけどでも自分たちは電気自動車出しますよっていうのはねこれは完全にまああの僕はあの批判しますこれはよくあのこうねマツダ好きな方からはもう怒られたりしますけどここは批判しなきゃダメですこれは間違ってますでこの戦略はねでであのハッキシュってそういうそのメーカーの電気自動車に同じ等しくその自分たちのまあ日産のねあの買ってくれてる電気 日産の電気自動車買ってくれる方と等しくゼゼスプ水を提供してるわけですよ。で、これはね、もうね、あのもちろんね、あの日産本当頭下がります。本当に頭下がります。だけどね、もうね、それはもうもうよく頑張ったと思いますよ。もうこれからはね、そんなことする必要はないですよ。本当にあの今までね、あの自社の充電インフラ整備して あのね、それずっと毎月のように大気電力代とか払ってるわけですよあれって,あれってあの充電器を維持管理すするるのもお金かかるわけですよでそういうのにもビタ一文も払ってこなかったこう、まあ、電気自動車を出してる企業に対してはねこれはやっぱりね差別あ差別じゃない区,区別かあの区別するべきだと僕は思いますよ。であのそれでいいんですよ。で区別すればそのあの甘え いらられないわけですからねそしたらやっぱ自分たちであの充電インフラ整備しなきゃダメなんだなってやっぱ気付くじゃないですかだからねもう日産はねここを心の鬼にしてねだからまさに日産アリアの発売とともにね ZESP4 でもいいですけど別に ZESP3 ままでいいんですよだけどもうあの皆さんに一律の金額であの充電プランを用意するってことはもうしませんともうねこれが重要。 でこれがあの別に日産が成功するためじゃなくて日本が電気自動車で成功する上で一番重要ですだからここは心を鬼にしてねあのみんなにいい顔する必要ないです本当にだから日産には日産には本当ここにねちょっとぜひ批判があったとしてもここは踏み込まなきゃだめですね本当にあにちょっとねあの本当ひどすぎますねこれは本当にちょっとあの怒っちゃってますけど本当ねここは本当怒りですよ本当に良くないですよ まあという、ねまあ、そういうあれがありました。こんばんはモデル3をポチってしまった北海道のホースクできていけるか <laughs> 今,言今言ってましたねあの,あのまあきついと思いますけどまあ,あのでもねなんだあの家充電できる多分かん、まあ、北海道住まれてる方だったらおそらく多分あの自宅で充電できる環境があると思うんで自宅で充電できる環境があればまあ,あの全然大丈夫だと思います。 あのまあ充電インフラ困りますけどね困るけどまあ,あの使い方次第ではそんなに困ることはないと思いますあの道等から中入っていけばもうぼちぼちあるんで釧路より釧、まあ、路もね釧路からねちょっと出ちゃうと十勝平野たりまではまたなくなっちゃうんですけどねだからちょっとねあのインフラ <laughs> ねみたいなちょっとねなんかなんかいい方法ねえかなあのちょっと。 はいまあ、いずれにしてもあの同等は結構きついです本当にい,い,いけばわかります本当に特に冬はやばいですでもあの今年多分僕挑戦しますよもう一回まああのな何の車になるのかまだわかんないですけどあの北海道一周しようと思うんでだからあのなんかあの僕の,あのメンバーシップ登録とかあのしていただければねあのそういうあのメンバーシップ登録限定用になんかライブ配信とかしようと思うんであの北海道であの電気自動車 車中泊しますとかやるんではいそんな感じです e, パワ e モビリティパワーですか、ね、が ABB の超高速充電器をカインズに設置始めました市街地じゃなく超高速道路にこそ高速充電器を設置するべきだと思いますがなぜカインズに設置始めたと思いますかっていう,どう僕の疑問をまさにねあの僕動画にしたんで。あの えっと多分チャンネル登録してくれてる方だとあの僕の多分 YouTube のトップ画面みたいなところに行くとあのなんか出てくるんですよなんか動画が流れるんですよ自動的に多分そこでチャンネル登録をしてくれる方限定に多分その,あの急速充電器の設置方法はこれだみたいな動画を作ったんでちょっとあの見てもらえればはいなんかあの誰か暇だったらそのリンクとかを貼っていただけるといいかもしれないです 結論としては、分あの理由としては、カインズと提携してるんですよ、実は、e モビティパワーって。そういう、で、多分まあ、なんだ、アピール的な要素もあると思います。だけど、もう高速道路にも充電器設置しなければですね、もう終わりです。拍手って、僕、ありや進めません。もうテスラ買った方がいいです、全員。 例外なくでこれはもう,もういつも言ってますけどこれもし仮に僕がアリア買うのだとしてももう前提は何もいつも言ってるように高速道路で少なくとも、えっと、90kW 級の急速充電器あのまあその 90kW 級の急速充電器が、まあ、後に1ロ0 k w 級の急速充電器になるんですけどねそのケーブルを交換すると。だけどまずその1ロ0 k w でも 90kW でもその高速充電器が高速道路に あのまあ、僕この,あの充電の設置計画みたいなのも全部言ってるんですけどその動画であのそういうのがまずめどが立たなければもうアリア買っても無理なんですよ運用できるわけないんですよだからもうね e モビリティパワー <laughs> ねーなんかねあのー、今あのだから ev スマートさんとかいらっしゃいますけどあのもっとねあの取材してほしいんですよね e モビリティパワーとかなんかあのねえ 実はもう日、e、産かかアリアの成功もそうですし発揮手ってこれからこの5年間の電気自動車の行方を左右するのはだからねもうねなんかどん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 なんかメディアは e モビリティパワーに圧力かけた方がいいですよもっとなんか今ねまだ出てこないんですよなんかこう具体的な設置計画みたいなものが全然遅くないっすかみたいな。 だってあの会社できたのってもう結構前ですよもうあの9月とかぐらいにできてるはずなんですけどねでも9月にはあの250機ぐらい買ってるわけですよその超急速充電器をいまだにまだそのカインズの朝かっていう埼玉県にあるところのとあとえっとあとねもう一個がねえっとララポート東京ベイちょっとあの関東の話多分関東の方しか分かんないと思うんですけどあの千葉のララポート東京ベイっていうショッピングモールの あそこら辺がねあのコストコとかもういろんななんかねもう集まってるなんかすごいねでかい土地なんですよであのすぐ横ら辺の確かシェルじゃないな出光違うシェルか出光かなんかあのエネオスかなんかの,あのガソリンスタンドかなんかに設置したんですよなぜかわかんないですけどだから多分これもアピールかなんか提携してるからみたいな理由だと思うんですけどまあはいいずれにしてもなんだそういう 多分今はあのアピールとして設置してるっていう風うに僕はあの願ってます。あのさすがに、ね、そこまであのまああのどうしようもない考え方じゃないと思うんですけど、とにかく高速道路にもう設置しなければもうあの電気乗車はもうお勧めできないんですよ。どんなにアリアの質が良かろうが、どんなにこれから出てくる日本車の電気乗車の質が良か,かろうがっていうか。 もうだっってテスラ買った方が絶対いいですもんそしたらだら僕はなんいつも言ってますけどテスラに優位テスラとまあ仮に比較して例えばじゃあモデルワイトをアリアどっち買った方がいいんだっていう人によく言うのは、まあ、その充電インフラ網って話はまあ一つやっぱりこれはねちょっと押さえておいた方がいいと思いますよ。だから特にこう e モビリティパワーの動向っていうのは、まあ、あの僕はもう絶対どんどん動画アップしていくんで何か情報アッ,プアップデートされたら。 まだけどあの皆さんも、ね、ちょっとあのアンテナ貼ってみた方がいいですよ。特に電気自動車購入を検討している方は。おっと、もうあれだ、時間だ。ごめんなさい、もう22時半になっちゃいましたね。あとちょっと2、3個だけ読みます。日産車だけ絶物復活というアイデアも いやでも、ね、ゼスプツ復活は僕は否定的ですあのゼスプツーの値段でいいんであのなんだその他のあのメーカーの車両には適用できないとかあのまあ値段上げるでも何でもいいんですけどあのそういうふうにした方がいいと思いますそうですねゼスプツはダメだと思いますまあダメうんでもいずれにしろそうですねあのもうあの入れ放題っていう時代はもう終わらせた方がいいと思います 同等だと変なと借りてまあねあのそんな,なんかあのなんだあのそういうなんつうのあの日本語が出てこないですけど、まあ、そこまでではないんですよさすがにそこまでではないんですけどまあでも確かに同等はちょっとあの本当に5 0キロとか6 0キロとか行かないと充電器がないっていうところなんで。 リーフ乗ってますけど日産ディーラーがあれば充電できるという安心感この安心感はね大きいですよね本当に日産は日本の充電インフラ拡充のため今の怒りのご意見に超絶大賛成ですカインズ朝貨店の充電器解説動画ですねあー多分それですね多分ちょっとあ多分多分多分 政府が E. V. に近い例な、これからかな、菅政権に頑張ってもらわないと、そうですね。ぜひ頑張ってほしいですね。まあ、あの小泉環境大臣とかもね、あのすごいあの E. V. に関して、あの。あの。理解が深い方なんで。ぜひ頑張っていただきたいですね。アリア買うんですよね。 あのさっきも言った通りですね。あの三車種で迷ってます。ネットイヤじゃないですけど、L. G. の不具合って結局何だったのでしょうか。続こありますか。えっと頑張って、明日は厳しいかな。明後日ぐらいの動画で何とか上げたいと思います。E. V. というより L. G. の。まテで、日が不安。みんなやっぱ不安なんですね。はい、あのー、動画作ります。はい、こんな感じで、ちょっと最後駆け足になっちゃいましたけど。 そんな感じですすいません、ちょっと長くなっちゃいました、皆さん。お付き合いいただきありがとうございました。なんで、あの、これ、このチャンネル、ライブ配信、大体2週間に1回ぐらいかな、やろうと思って、ちょっとあの1点だけ、ちょっと最後言わせてほしいんですけど、ちょっとあの YouTube のね、YouTube のコメント欄なんですけど、あの、コメント欄、ちょっともう、あの廃止っていう今、考え方を取ってるんですけど、あのどうですかね。あの 配信しない方がいい方がですか僕はもうあの配信した方がいいかなと思っててであのその代わりこういうライブ配信でそのなんだあの聞きたいことみたいなそういうのをあのもうちょっと増やそうかなっていうか,だか例えばこれ週1とかそっちに増やしてその代わりちょっと YouTube のコメント欄をねあのもう理由はあの簡単であのちょっとねあの無責任なコメントがもうね多すぎますよ本当にあのちょっとねなんだそのなんだろうなその 各労力があままりにも低すぎますぎねだからこのハードルをやっぱりこうちょっとねあの上げた方がいいかなとあのアンチの書き込みとかじゃないんですよあのなんだろうな無責任な発言が多すぎるんですよどの方もあまりにもであのそうでこれは別にあのぼ僕が何なんだろうなそのなんつうのあのなんか見ててなんだこりゃみたいなとかじゃなくてあのねまあそうそうなんですまあ、だからい,いずれにしてもちょっとねあの考えてますそこは。 だからまあなんかね YouTube のコメント廃止するからこそ例えばこういうライブ配信の機会を多くするとかまあなんかそういう作戦があってもいいのかなとは思ってますけどねいやあのねブロックすればいいのではっていうのがまあ実は最初の考え方だったんですけどちょっとねまあどうやらいろんな話をねちょっとまあ,あのここだけじゃなくてねまあいろんな話を聞くにつれてちょっとねそうではないのかなとだからねあ,のあってもねあの意味がないんですよね結局だってその <laughs> という、まあ、ちょっとあの、まあ、あの愚痴見たくなっちゃうはするんですけどあんまりねそうあのそうあのおっしゃると今,今ねちょっと最後コメントあったと思うんですけどそうあのコメントをあの返す労力があるんだったら動画の質を上げてライブ配信で例えばライブ配信をするって僕このライブ配信を多分聞いてくれてる方だと思うとあの聞いてくれる方っていうのはま割とこの。 こうコミットしようとしてるというかまあなんか聞きたいことがあるとかで聞いてくれてるわけじゃないですかだかそういうなんかコメントがなんかを返したいわけですよ。で結局ああいうコメント欄を開放しとくとそのなんか書く労力があまりにも低いからそのしょうもないことを言っても別になんかいいよねみたいな風潮になるわけですよ。でそれに対してなんかその人が本当にその聞きたいなのか聞きたくないなんかそ,のそういうどうでもいいコメントをなんだ。 あれする人なのかっていう判断がつかないので僕はそこのコメントにコミットしちゃうわけですよ。そうするとなんかしょうもないなんか結局なんか聞きたいことはなかったとか中身空っぽだったよねとか明らかになると隠して僕のこののここ時間間無駄ななんですよこれは間違いなくでそれだったら動画の質を上げるだったり本当に聞きたいと思ってくれてるような例えばまあこう今多分聞いてくれてる皆さんのために時間をそ,のそっちにコミットした方が 多分最終的なその電気自動車を普及させるとかっていう。ゴールは多分近くなると思うんですよ。っていう観点で見た時に多分 youtube のコメント欄って何のために開放してるのかなっていう。そもそも論に行ったんで、ちょっと。これはまたあの検討したいと思うまあ、あの明日から消すとかはないんですけど、ちょっとね。あの検討してます。そんな感じです。そうだから、あのライブ配信の機会をあのもっと増やすって。ところはもうあのちょっとかそれはもうあのセットでそれは考えるんで。 ちょっとそんな感じで,でした。はい。最後すみませんでした。あの、はい。またあの、2週間後必ずやるんで、大体この金曜日のこの9時ぐらいの時間が多分、一番いいと思うんで、はい。またやります。では、すいません。また皆さんありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。皆さん、はい。おやすみなさい。